2014年7月1日、ホンジュラスのミレア・アグエロ外相、グアテマラのオットペレス・モリーナ大統領、アメリカ合衆国のジョン・ケリー国務長官と共に、パナマ市のホテルにて撮影。サルバドール・サンチェス・セレンは、エルサルバドルの政治家、元ゲリラ。所属政党は、ファラブンド・マルティ民族解放戦線。2009年より、 同じく FMLN のマウリシオフネス大統領の元で副大統領を務めた後、2014年から2019年までエルサルバドル共和国大統領を務めた。氏名はサルバドル・サンチェッセレンなどとも書かれる。1944年6月18日、エルサルバドルの首都サンサルバドルから数キロメートル離れた町、ケサルテペケにて、 木材職人の父アントニオ・アルフォンス・サンチェスと村市場の食品販売員の母、ドロレス・エルナンデスとの間に生まれる。スペイン語圏の命名法に従えば、この二人から生まれたこの姓は、本来、サンチェス・エルナンデスとなるはずであるが、彼の場合は、母方の祖母の第二姓が誤って登録されたため、サルバドール・サンチェス・セレンとなっている。 サンサルバドルの学校を卒業後、10年間教師として働く。1979年に勃発したエルサルバドル内戦では、レオネル・ゴンサーレス司令官という名でゲリラとして戦った。2009年の大統領選挙では、マウリシオ・フネスと共に FMLN の代表として当選し、フネスは大統領となり、サンチェス・セレンは副大統領となる。 2014年の大統領選挙において2月2日に実施された初回投票では48.93%の得票率であり、サンサルバドル市長のノルマン・キハノの38.96%、前大統領のアントニオ・サカの11.44%に差をつけて首位となったが過半数にわずかに届かなかった。3月9日に実施されたキハノとの 決戦投票では50.11%対49.89%、約6300票の差で新勝した。2014年6月1日、サルバドール・サンチェス・セレンは、エルサルバドル共和国大統領に69歳で就任した。サンサルバドルでも様された就任式には、スペインのフェリペ王子など、約100カ国からの品格を含め、 約6,400名が列席した。日本からは、林美夫が特派大使として派遣され、就任式前日の5月31日に、サンチェスセレンと会談している。サルバドール・サンチェスセレンに代わり、新たな副大統領となったオスカル・サムエル・オルティス、アセンシオはかつて首都近郊の町サンタテクラの市長を2000年5月1日から14年間に渡って務めていた。 エルサルバドルは中華民国を承認していたが2018年8月21日に中華人民共和国が国交樹立の条件とする台湾との断交をエルサルバドルが受け入れサルバドールは同年の10月31日中華人民共和国の主席習近平の招待に応じて中華人民共和国を訪問して中国国際輸入博覧会に出席した ありがとうございます。